私だって本当はあなたのようなハレンチな男とは一瞬たりとも一緒にいたくないわよ。空気感染で妊娠しそうだし。そんなことあるか！お前は吸血鬼を何だと思ってる！近づかないで！こんなところであんな電気の塊呼び出されたらみんな黒焦げよ。まあ、そうだよな。高火輪でもさすがにこれだけの瓦礫だと。え？暁工場！我、ほら。あんたのエロ体液が染みついたパーカーなんか着たら妊娠するわよ。死ね。おかえり、バイトお疲れ様。ご主人。お買い物して来られたのですか？ご主人。マスター！ご主人。ほら、スー！ご主人、ご主人。ああ、はいはい。何かな、パピー。パピー、卵を盛り。まだ無勢なんか。てっきりダーリングしたのかと思って驚いちゃった。ほっとしましたわ。やれやれ、人騒がせなやつ。頼み物の差し入れを。あの二人がやりました。よし、処刑しろ。違うんです、誤解です。今まで隠してきましたが、私のお腹にはカズマの子。おめえ、童貞の俺に何言ってやがんだ、こら。初孫か。このわしにかわいい孫か。二人がいつの間にかそんな関係になってたなんて。広めなくちゃ。早く町のみんなに広めなくちゃ。カズマと。なんでお前まで信じてんだよ。カレー。まじまじと見つめないでください、小高様。子供ができてしまいます。カレーって執事ですか。俺最初、ステラさんはセナさんのお母さんかと。妻は現在外国にいるんだ。っていうか、パパが玄関にお客さんを迎えに行くのって珍しいわね。エータ、どういうつもり？彼女を差し置いて冬海愛と乳くり合うなんて。乳くり合ってなんかねえよ。あれ、なんで知ってんの？学校で待ち合わせとは、大胆なことしてくれるわね。キスしなさい。なんで？謝罪を行動で示しなさいと言っているの。冬海愛と一緒にいた時間だけ彼女の私にキスしなさい。30分くらい。そんなに長いこと？いやらしいわね。私を妊娠させるつもりなのかしら。 A few inches later。 よろぴてあげまよ。ええ、よろしい、許してあげます。よろぴ、目つぶし！どうって。やっぱり、許すの、やめ。そうですか。ステラ、疲れたのかい？大丈夫。そういえばステラ、今日の昼ご飯、丼で2杯しか食べなかったよね。いつもなら7杯は軽く。お腹が減ってなかったのよ。ステラ、本当はね、さっきから体がだるくてめまいもするし、少し吐き気も。この間のキスで妊娠しちゃったのかしら。いわゆる風邪って可能性は。ありがとう。ちょっとごめん。やっぱりすごい熱だ。ごめんごめん、ちょっと急いでるから。まさか、またあの殿方、いや、類似権のもとに行って応援などと。え、違うわよ！うちの母親にプログラムの変更を伝え忘れて。もしかしておめでたですの？もうお腹を蹴ってるのが分かったりして。今日のメニューはチーズフォンデュー。学園都市に危険物持ち込んでんじゃないわよ。小さなお弁当でちまちま食べても育ってほしいところに栄養が行き渡らないでしょ。育つって何の話よ。さてね、何の話かしら。たまねえエロ野郎。赤ちゃんは作らない。どうしようどうしよう、今夜のうちに作っちゃおう。作んないから。作らないの？ベーゼしても。ベーゼで赤ちゃんができるならお前は今頃子沢山だぜ。子作
理の方法ってよく知らないよ。モンゴラシ、お前ってやつはこんな小さな子に。だからなぜおよそ。いつの間にこんなに撮ってたんだ。あの後何度も言って無数の写真を撮影したのよ。苦労したぜ。ある時は床に這い、またある時は。よく追い出されなかったな。大丈夫？すみません。ちょっと吐き出して。なんだ、赤ん坊でもできたか？できちゃったようですね。え？赤ちゃんです。ちょっと待て、サナイ。子供ができたってことは何か、コロドリが運んできたってことか、それともキャベツ畑で一つに。違います、お父さん。私とトメヤ君は夫婦ですから。そのまさかこいつ言うのか。エッチなこともしちゃってます。こうする。てめえ。めでてえじゃねえかよ。どうも。ああ。おや、目が覚めたみたいだね。僕と翔吾くんが結婚すればいいんだよ。僕と結婚してしまえば、僕と結婚して子作りしよう。そして幸せな家庭を築くんだ。子作りって意味わかってんのか？ベッドの上で抱き合っていると、そのうちできたりするんじゃないのか？できるか！子作りには。バカ、何を脱ごうとして、やべえ！ショーゴ、おはよう！いや、これは。そうだ、これは子作りの予行演習で。子作り…なんか、思ってたのと違うな。ようこそ、親愛なる旅人館へ。あら、そちらの素敵な子たち。売るならどちらも破格で買わせていただくわよ。この二人は奴隷ではない。あなた、凄まじい魔力を持っているわね。何？ものすごい魔力の流れ。怒らせたら命がいくつあっても足りないね。あなた、リーマを身ごもってる可能性に覚えは？同じベッドで寝ると子供ができるんでしょ。はぁ、あ、今日と桜を同じ寝袋に寝かせたりなんかしたら子供ができるぞ。できるわけないでしょ、バカマスター。なんてこと言うのよ。嘘、子供できるの？はん、できたら私たちの弟か妹。はぁ、あ、サクちゃん、サクちゃん、やっぱりサクちゃんがキョウさんと寝て。寝ません、寝ません、寝ません。不思議だけど、マスターが言うなら本当なのかも。実験してみたくない？実験？桜をこっそり今日の寝袋に入れてみましょう。なんて。なんで？そう、俺をただの使いっ走りにする気か？てか、さっきから何なんだ、あのリボン。ていうか、リボンなのか、ウサギ耳なのか、いや、そもそもああいうミコップの一部なのか、おしゃれなのか、え、あれおしゃれなの？いや。触っちゃダメ。え？赤ちゃんができてしまいますから。は？降りてこいって。触らない。ああ。超触りたい。 5 minutes later。 1 hour later。 生まれそう。落ち着け。あれはな、確かにそういうことはしたけど、でも大丈夫だったのよ。子供はできてなかったから。
リアは何も出ないか。お前ら朝っぱらからなんつうの。こういうことだったのね。え、この子変態ちゃん。これぐらい避けなさいよエロブテ。いや無理だから。ヒロ君、母さんですよ。え、40秒後に帰るからね。はあ、待て待て待て、母さんが帰ってくる。女の子を連れ込んだなんてレッテルを貼られるかも。そんなに見つめられると妊娠しちゃいます。やんやん。出てけ。何するんですか。不当な扱いに抗議する。はじめまして、お母様。まひろさんの赤ちゃんを見ごもるために未来もとい星の国からはるばるとやってまいりました。どうぞ嫁と思ってお気軽にやることを呼びかけ。誰が嫁だ。お兄ちゃんが言ってば、やっぱり真っ白さんやななみさんとあんなことやこんなことするか。そらできたみたい。え、おめでた。あ、なななな、ちゃんと作っとけ。お兄ちゃんしてねえ。俺は何もしてねえ。無理だ。ご飯が。それを先に言え。ふひ、よしよし、怖くない、大丈夫大丈夫。今日はありがとう。ゆずちゃんにもお礼を言わなきゃ。それから今日のお客様を精一杯の真心で送り出して、おかみやみんなにもお礼を言って、いつもより早起きして掃除もきちんとして、それから、明日は今日より、もっと綺麗な私になれたらいい。今の声は、なっちゃんのバカ、つけて、私に何したのよ。責任取ってよ。お、毎日同じ部屋で寝てるんだから、なっちゃんの子に決まってるでしょ。待て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 。いや、責任は取るけど。取るのかって、問題はそこじゃなくて。なんで私がこんな痛いの知れない卵を温めなきゃならないのよ。卵が離れるまで我慢だよ。それにね、この卵が何者でも君のお腹に宿ったのなら、僕らの子も同然だろ。朝起きたら部屋が荒れていた。ちょっと散らかしすぎじゃない。いや、俺じゃないが。あ、じゃあ誰が。何、泥棒。うん、カオルタン、酒癖悪いよ。よかったよ、1秒間に10回レイプ発言とかしてたよ。ギフフフ、やらせろてやめ。何そのテンション。やめやめやめ。休日だし遊びに行こうよ。朝まで祭りだったから眠いよ。祭り。どうしてもと言うなら、俺を燃えさせてみろ。にゃお。そろそろ帰ろっか。いや、最後にあそこに寄ろう。The next day。 何？日常はそんな感じに劇的には終わらず、静かに、たまに大きく動き、喜び不安入り混じりながら。